皆さんこんにちは。今回は第4回目ということで、今日も僕健三と MC 水木でクラウド3始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、南部さんゴール決めましたね。お、早速見てくれましたか？ゴール決めましたね。俺個人的にこいつがこいつのおかげだよポーズすごい好きだった。おお、そこまで見てくれた？見た。あれめっちゃかっこよかったね。あ、ほんと？うんうん。まあほんとにあのパスはね、俺ほんと触るだけだったからね。はい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 。え、あれってさ、あれは、うん、俺の認識は合ってる？合ってる。あー。もうあんだけもう9割は彼のゴールみたいな感じだったから。うん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 。まああれは感謝だよね。あとはまあ彼とはプライベートでも、なんかこう信頼関係を築けてるし。うんうんうん。本当にいい、ブラジル人なんだけど、本当にいい人で。うんうんうん。そう、その人としてもリスペクトできる人だから。その彼からああいう本当にご褒美みたいなパスをもらってゴール決めれたからさ。うん。そう、だから、まあ、まあ感謝の気持ちを込めて。なるほど、ね。俺じゃなくて彼のゴールだよ、みたいな。ああ。そのセレブレーションをしたつもりだけど。なるほど。なんかあれすごいこう、なんだろうな。あの、パスを、しない人ももちろんいるわけじゃん。うん、いるよ。そうだよね。うん、いるいる。なんならさ、ほら、ちょっと変な話さ、自分のゴールだと自分にゴールキューみたいなのが入るわけで。そうそうそう。ね、優先的なのってシュートだったりゴールなわけでしょ？うんうん。うん、あれをなんかほんとすごく普通にパス出したっていうのは、俺すごいなんか関係性が見て取れたって気がしたんだよね。ああ、ほんとに。うん。なんかすげえ、あれ？南部はそこまでコミュニケーションが取れているんだって思った。でもさ、何も知らない水木がそういう風に感じるってことはさ、そういう風に伝わったんだろうね、他の人にもね。いや、本当だから現地の、リーグのファンの人とか見てる人たちっていうのは、より強く感じてるんじゃないかな。あ、まあ、そう感じてもらえたら嬉しいよね。うん、すごい良かった。うん、なんかすごいスーパーゴールももちろん超楽しい、見てて楽しいけど、ああいうのってなんかすごいこう背景見れて、すごいいいシーンだなーって思ったんだよね。ああ、そう言ってもらえると嬉しいし、うんうんうん、まあ本当にそうだよね。サッカーピッチ外のところでも、うん、まあ、彼も含めて彼以外もそうなんだけど、うん、そうやっていい関係性を築けてるからこそやっぱ、うん、ああいうゴールにつながるし、うん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 、なおかつ今あのチームも首位に立ててるっていうのがあるから、うん、絶好調だ。本当になんかね、今年はね、うん、あ、なんかこういうチームが勝てるチームなんだなっていうのをいろんなところでね、うん、新たな発見があってね、すごくこう勉強になってるよ。面白い。勝てるチームの雰囲気っていうのはどういう雰囲気なの？うん、まずね、うん、一人一人が、うん、チームのために犠牲になれることが大きいかなと思ってて、うんうんうん、サッカーなんかチームスポーツだけど競技、あ、個人スポーツのようなもんじゃん。うんうん、なるほど。そうだから、うん、俺がってなりがちなんだけど、うん、みんな俺が活躍したいっていう気持ちは誰もが持ってるのも当たり前なんだけど、うんうん、じゃあそれをするためにはやっぱじゃあチームのために走らなきゃいけないとか、うん、誰かがミスしたら自分が取り返さなきゃいけないとか、うん、そういうのがいたから 1+1 が2以上になるのを本当にチーム全員ができてて、うん、でそれをやっぱ組織として作り上げられているっていうのが一番大きな要因じゃないかなと思ってる。へえ、面白い。ちなみにさ、そう慣れてる要因とか原因とか、うんうん、それはなんか明確なものがあるの？まず一つは、うん、まあ監督がぶれないっていうことは大きいかなと思ってて。ああ、やっぱり監督ってすごいんだ。そうだね、うん、誰かを特別扱いすることもなく、うん、その外国人だから、外国人選手だからとか、うん、その名があるインドネシア人選手だからとか、うん、もう関係なく若い選手からこの年いった選手まで、うん、ちゃんと平等に競争をさせてるし、そうそう、それは本当に大きいなと思うし、やっぱやろうとしてることもぶれない、うん、練習から。へー。そうだから選手たちも、うん、やるべきことがはっきりしてるから、うんうんうん、少しうまくいかなかった時に、うん、自分たちがこうしなきゃいけないっていう原点に戻れるから、うん、それやれば修正できるし、うんうん、もし仮にそれがうまくいかなかった時の修正もしやすいじゃん、うん、だからその試行錯誤、うん、
が5シーズン通してうまくできているっていうのがあるかな。あーなるほど、面白い。ちなみに監督は何人の監督なの？監督はポルトガル人。ポルトガル人なんだ。うん。でコミュニケーションはインドネシア人の人も含めて英語？うん、英語、俺らは基本的に彼は監督は英語で喋ってるけど、うん、通訳がいるから、うんうん、インドネシア人のね、うんうんうん、だからインドネシア人に対してはまあ、その通訳通して話してるけど、うんうん、まあでも監督はね、言葉が通じない通じるに関わらず英語でどんどんいろんな人に喋ってるから、うん、ああなるほどなるほど、そう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 、はあすごいな。やっぱじゃあ第一は監督。まあまあそうじゃないかな、組織を作るっていう面では、監督の組織を作るオーガナイズがマネジメント能力は、うん、やっぱ結果が出てるっていうのもあるけど、うん、あるし、うん、なんか勉強になることが多いかな。なるほどなるほど。一緒に仕事してて、うん、南部が個人的なその 一選手としてやってるアプローチ方法とか、うん、なんかこう良くするための方法はあったりするの？あのね、今年は俺は、うん、まあ、新しいポジションというか、うんうんうん、初めてやるポジションをやってて、うんうんうん、そうで、このサッカーってフォーメーションがあるじゃん、うん、例えば4-2-3-1とかあるんだけど、うん、3-5-2とか、うんうん、今は3-5-2っていうフォーメーションでやってて、うんうん、で、まあ、ミッドフィルダーが3人の3ボランチみたいな感じなの。うんうん、で今までは俺は結構そのもっと攻撃的な、まあ、フォワードだったり、うん、ウインガーだったりそのトップ下っていうポジションだったんだけど、うん、その印象めちゃくちゃ強い。そうだよね、ずっとやってたんだけど、今年はその3ボランチの一角でやってんのね。へえ。そうで、やっぱそうなるとチームスタイルっていうのもあるんだけど、うん、やっぱ求められることはどっちかっていうと守備でどれだけこう圧力をかけれるかというか、ああああああっていうところがまず一番求められる。それがベースで、それができてさ、プラス何ができるかっていうところなの。なるほど。そうそう、だから今までみたいに割合を攻撃に多く持つというよりも、うん、まずは守備 でこう走って、うん、プラスアルファじゃ自分の特徴である、うん、攻撃的な部分を出すっていうのが、うん、今年のその自分の役割だから。なるほどね。ただそういうところを含めて考えると、とにかくまずは、うん、チームのために、うん、なんていうかな、汚れ役になるじゃないけど、ほーっていうのは持ってるよね。ただやっぱり自分はその、うん、メンタリティが多分前の選手、攻撃的な選手だから、うんうんうん、それじゃやっぱ満足しないわけよ、うんうん、そうだからプラスアルファ、うん、やっぱゴールは常に狙いってる。なるほど。で自分の特徴はそこにあるから、うんうんうん、やっぱ監督に求められてることだけやってればさ、それまでの選手になっちゃうから、うんうん、やっぱ求められてる以上のことをやって、うん、それを結果につなげていかないと生きていけないじゃん。なるほど。そうだからそれをどうやって求められてる役割を果たしながら、うん、それ以上の、うんうん、結果を導き出せるかみたいなのは結構、うん、考えながらやってるかな。いやあれさ、確かさ、インスタのストーリーでさ、南部、うん、プレスの動画上げてなかった？上げてた上げてた上げてたよね。うんうんうん、うん、あれとかって今した話のよりこう具体的な話というか、見せれる話だよね。あ、そう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 、そうだよね。そういうことか。確かにそういえばちょっと低めのところからプレスかけてる映像多かったかも。そう、あれはなんていうんかな、今までだとは少し役割が違うというか、うんうん、もしかしてボランチの方が向いてたりとかするの？まあただね、うん、どっちが向いてるか、どっちも正直俺はできると思ってるから。うん、なるほどなるほど。そう、ただ数年前からどっかのタイミングで必ずボランチで使われるだろうなっていうのは思ってたの。監督とか、もしくはそのフォーメーションによっては、はい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 、でそのイメージというか、その頭の準備はしたわけ。へー。自分のプレイスタイル的に、うんうん、そうで、そうなった時に、うん、どうやってフィットしていくかっていうのもちゃんとなんか今まで考えて、うん、プレイをしてたつもりだから、あ、だから最初はでもやっぱりかなり手こずった、うん、うんうんうん、実際にプレイすると、そうそうそう、うんうん、で正直監督が求めてるものに多分自分が全然そこまで満たしてなかったから、うんうん、かなり厳しいこともあったけど、うん、まあ、少しずつこう適応して
って、うんうん、今に至るっていう感じかな。なるほどね。すごい。ちょっと、昔を知ってるリスナーの皆さん、南部の昔を知ってるリスナーの皆さん、大人になったね、南部ね。まあでもね、うん、そうだね。なんか、そうならなきゃいけないよね、年齢的にもね。心身がね、こう変化してって、うん、徐々にこうポジションが下がっていくって、なんかすごい、俺的にすごい面白いなと思って。あ、ただ、一つ絶対に譲れない、譲っちゃいけないと思ってることは、うんうん、自分がどこのポジションで出ようが、うん、その自分がこう試合を決めたいとか、自分が点を取ってチームを勝たせるとか、うんうん、そういう気持ちだけは絶対に譲れないから、うん、だから自分がボランチで出ようが、例えば仮にディフェンダーで出ようが、うん、自分がそういう風にそういう気持ちがなくなった時は、うん、あ、もう厳しいなって思うからな。思うから。なるほどね。その気持ちだけは譲らないようにしてるね。それはイコールゴールとは違う。ゴールゴール。うん、なるほどね。でやっぱあの日本からタイに行って、うん、やっぱ本当に一つのゴールが、うん、あの人生を変えるって言っても、うん、大げさじゃないってことが身をもって体験したから。うん、うん、うん。そうそう、だからなおさらね、うん、やっぱ一つのゴールっていう意味を、意味っていうか価値を。うん。気づいた分、そこにより貪欲になってる自分がいるから。へえ、面白い。いいね。ちなみにさ、ゴールをアシストしてくれたブラジル人の人のお名前は？エベルトン。エベルトン。うん。はプライベートでも仲良くしてるんだ。そう、仲いいね。へえ。うん。仲いい仲いい。本当になんかね。うんうん。なんかブラジ、いい意味でブラジル人っぽくないというかね。へぇー。なんだ、なんかね、すごい周りに気使えんの。なんかすごい、ほんとに。なんかね、ブラジル人、なんていうんかな。うんうん。なんか発言とか話してたりしてても、うん、なんかこう、自分よりも、うん、なんかこう、チームのことを考えてたりとか。あー。なんていうかね、ちょっと心に余裕がある感じ。へー、なんか切羽詰まってない感じがあるから、うん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 、そうそう、だからなんか俺もすごいね、うん、あ、こういう選手とやると、うん、なんか彼、例えば彼がミスしても、俺ボランチだから彼フォワードなんだけど、うんうん、彼がミスしても、うん、んだよって思わず、うん、あいつがミスしたんだって俺が取り返してやるよっていう気になれるの、自然と。あー、すげえすげえ、いいよ別に、いいよ気にすんの、俺が取り返してやるからみたいな感じのなんかマインドになるから、うん、まあだから、その、そういうなんか、ちょっとした積み重ねが、まあ、ああいう昨日のゴールみたいに繋がるんだろう。それさ、うん、変な話、エベルトさんもさ、なんかこう、分かってくれてんのかもね。南部がそういう意識でいてくれてるっていうのを。うん、そういう風に伝わってくれれば。うん。いや、そうじゃないとさ、ゴール前でさ、あんなエンジェルパス出さないじゃん。うん、いや、ほんとそうだよね。ね。うん、ほんとそうだと思う。へぇー、面白い。面白いし、なんか、勝つチーム、今勝っているチームっていうののより具体的なあれが見えた気がしたね。うんうん。エベルトさんと南部以外でもいろんなポジション、うん、各ポジションに上手にコミュニケーションを取れる人たちが結構多いんだ、今のチームは。今年のチームは多いと思う。ああ。こうなんていうかな、みんなそれぞれ壁がないっていうか。うん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 。それもそれぞれ国籍も違うじゃん。まあインドネシア人はインドネシア人だけど。うん、外国人選手も4人それぞれ国籍が違うんだけど、うんうんうん、だからといってなんかこう隔たりがないというか、うん、みんなオープンだし、うん、いい意味で仲いいし、うん、っていうのがあるよ。あ、珍しいかなって思う、こういう感覚は。あ、こういう感じは。なるほどね。それはなんかすごい楽しみだね、うん、今のチーム。そうそう、だからあと3試合で終わっちゃうから、リーグ戦が。うん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 。そうだから、まあ優勝して終わるっていうのはもう絶対的な目標だけど、うん、そう、なんか今年でこういうチームが解散しちゃうのは、なんか解散っていうか、必ず年が終わればさ、シーズンが終われば選手が変わるじゃん、うんうん、はいはいはい、移籍もあるしね。そう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 、だからね、あのちょっと寂しい気はあるけど。あ、そっか。え、じゃあ具体的に言うと、今順位は首位だと、うん、で、あともちろん3試合勝てば優勝、うん、そう、あ、3試合のうち1試合俺らは勝てばもう完全に優勝で。あ、そうな、そんないいとこまで来てるんだ。で、今、2位と3位のチームが、うん、残り6試合と5試合なのね、それぞれ彼らが。うん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 。でも彼らは全部勝たなきゃいけないの。なるほど。一つでも引き分けたら、彼らはもう優勝の、可能性がなくなるわけ。
だ例えばなんだけど俺らが3回、うん、あとの 3試合を全部負けちゃったとするでしょ、うんうん、1回でも引き分けたりもしくは1回でも負けたりしたら、うん、俺らは必然的に優勝になるの。あ、そうなんだ。じゃかなり可能性は高い。まあ今の可能性確率論で言ったらね、うんうんうん、でもそんなの分かんないから、何か分かんないから。なるほどなるほど、うん、まあだから確実に優勝するためには、うん、しっかり1試合か1試合以上勝って、うん、ちゃんと自分たちの力で優勝を決めるのが確実。うわー、それはすげー楽しみだね。うん、そんなないからね、優勝した経験は俺は今まで。そうか、そうなんだ。降格したことはあるけど優勝したことないから。はー、なるほどね。いやなんかさ、やっぱああやってこうインスタ見てても正直ナンバーしか知らないから、うんうんうん、あまりこうなんチームに対しての興味ってあんま持てないんだよ、うんうんうん、でももう今こうやって固有名詞のエベルトさんって名前が出て、うん、でそれでこんな人でって言ってくれるだけでなんかすごい見え方が変わるというか、うんうん、あー、なるほどね。全然違う。しかもなんかほらちょっと、ま、タイリーグにいた時にはさ、うん、タイの苦労もさ俺は南部から聞いてたからさ、うん、今そうやってチームがどの、国籍の人も含めて調子がいいんだっていうのはなんかすげえ期待しちゃうね、うん、面白いね。じゃあってことでちょっと僕の大好きなヤフー知恵袋コーナー行ってもいいですか。はい、行きましょうか。行きましょうか、ヤフー知恵袋コーナー南部さんに聞いてみた。拍手。はい、行きましょう。ねこれなんかいろいろよく調べたんだよ、うん、でもあ俺意外とこんなドシンプルなこと南部から聞いたことないかもっていうのが一つあって、はいはいはい、うん、今回これ一つ聞きたいなと思ってるんだけど、うんうんうん、いきますね。宝くじ当たったら何に使いますか。いくら。宝くじはじゃあ3億にしよう。3億当たったら。3億当たったら、これガチで言うと、うん、その3億円今別に必要ないから、うん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 、ないよ、ないものじゃん、もともと。うん。全部、資産運用するかも。あれ、なんか、何税理士でも雇った。いやいやいや、その福利で、うん。その福利が出るじゃん。3億なんか稼げた、運用できて、じゃあ、年に 4%、5% で運用できたら、うん。その福利だけでかなりの、利益が出るじゃん。はい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 、利率がね。それでもう生活できるし、うんうん、それでそのお金で例えばじゃあ親にお金を、うんうん、渡してあげたりとか、うん、なんか例えばじゃあ俺がお世話になった西八のサッカークラブになんかこう恩返ししたりとか、うんうん、まあそういうお金にできるじゃん。うんうん、だからそういうお金に使うかもね。そもそも南部はまず嬉しいんだよね、当たったらね。え、嬉しいでしょ、そりゃ3億いきなり入ってきたら。ちゃんと両手広げて喜べるんだよね。じゃない、わかんない。受け入れ。でもなんか、宝くじ当てるよりも自分の力で3億稼がないとなんか嬉しくないかもしれない。どうしようかな。もちろん嬉しいけどさ。やっぱり一筋縄じゃいかねえな、この話も。でもそうじゃない、まあ嬉しいよ、嬉しくないわけないじゃん、その3億もらって。まあただやっぱ自分で稼ぎたくない、それだったらって思って。だからさ、まさにさ、まさにそこでじゃあ3億当たったらどうするとか、うん、宝くじ当たったらどうするってもうほんともクソほどどこでも聞くような話なんだけど、もちろん俺と南部の関係の中でね、宝くじ当たったらどうする、うん、なんてすごく庶民的な会話をしたことがないじゃん、うん、ね、確かに。でなんて言うかなっていうことももちろん考えるし、うん、うん、でどう喜ぶかなっていうところまでも考えたのよ。はいはいはい。でも西八の方にお金がとかっていう話は言ってくるだろう、うん、正直思ってて、うんうん、でも喜び方が全く想像つかなくてさ、うん、南部はそもそも喜ぶのかなっていうところから始まって、うん、うん、それでめちゃくちゃ聞いてみたくなったんだよね。逆に水木がじゃあ3億当たったらどうすんの。いやー、まずはお家買いたい。あー、自分の、うん、自分の親にもお家買って、うん、自分にもお家買いたい、別々で。はい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 、うん、どこに。俺は世田谷の、うん、共同っていう駅があって、あー、うんうん、そこがすごい好きな街なのね、うん、そこでお家を建てたい、うん、
で父ちゃん母ちゃんはまあ山形なのか八王子なのかって感じかな。はい、うん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 、そう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 、はい、なるほどね。じゃあそれでさ、うん、半分以上はなくなっちゃうもんね。半分以上なくなる。3分の2ぐらいなくなっちゃう。いやなくなるね。なんなら4分の3ぐらいなくなるかもね。ああそうだよね。うん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 、なるほどね。うん、あとはそ、うん、あったお金で海外の美味しいもんいっぱい食べたいかな。ああ。うん。じゃあ使いたいっていうタイプ。使う使う。うん、なるほどね。とにかく使う。ああ。まあでもそれもそれでいいよね。うん、だってなんかそういうなんか自分がしたいことがあるんだったら、うん、それに使えばいいし。俺はなんかないからね今。そっか。なるほどね。そうそうそう。いやただ資産運用っていう言葉を、まあ、そもそも南部くんが知ってるとは思わなかったね私は。それこそ西八の名前出たから言うけど山中コーチなんてもうひっくり返っちゃうじゃないの。資産運用なんてちょっと。そうだね。いや面白かったな。ちょっと今ら笑わせてもらったな。自分を動物に例えたら何？動物に例えたら、うん、あ、なんだっけ、何？忘れた名前、動物の名前忘れた。やべえ、動物の名前あるんだけどな。それ待って、面白い面白い。思い出しても言わないで。特徴言って、特徴言って。なんかリスみたいな、うんうんうん、オーストラリアの一部のところだけ生息するリスみたいなやつ。名前なんだっけ。オーストラリアの一部にしか待ってね、これ言わない、分かっても言わないでね。あ、分かった。なんだっけな。さあリスナーの皆さん、急に動物クイズになってまいりました。やばい、ほんとに忘れた。なんだっけな。それってさ、あの南部がちっちゃい頃、小学生の頃とか中学生の頃聞いたことある名前？全然ない。本当この前オーストラリア行った時に知った。あ、じゃあ分かんないんだ。なんだっけ、なんか世界一、うん、なんだっけな、幸せな動物だっけな、なんだっけ、なんかこう、リスみたいな感じで、いつ、なんかどんぐり探してんの。うんうん。で、顔をちょっと上げたら、なんかニコって笑ってるような顔してんの。で、そのなんか、そのなんか笑顔の感じが俺にそっくりだったから。嘘つけよ、お前。嘘つけ。お前似てるなーって思って見てて、睨み散らかしてるやないかい。こんななんか笑ってないのにこんな人々を幸せにできる動物。おい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 なんか俺似てるなーって思って、だからこそ名前覚え出したいし、みんなに検索して見てもらいたいんだけど名前忘れた。いいですか、今ちょっとググってみました。うん、ポッサム。違う違う。オーストラリアの、うんうん、あ、なんかね、はいはい、クオッカ。いや、クオッカ、クオッカ、クオッカだ。クオッカって検索してみて。笑ってる顔ない、なんか笑ってるように見える顔。うん、分かる、あの口角上がってる。あ、そう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 。クオッカ。全然似てねえや。いや似てるって言ってくれる人いると思うんだけどな。嘘つけよ、ギリギリ嫁ぐらいだろ。クオッカ可愛いっしょ。可愛い、これすっごい可愛い。でしょ、すっごい可愛いわ。もうそれ見た瞬間、もう俺動物、自分が動物に例えられたらもうこれしかないなと思ったもん、うん、面白い。まさかこんな幸せな映像で終わるとはな。クオッカ本当だ。知らなかったっしょ。いや知らなかった、俺も知らなかったんだけど、オーストラリアに行った時に見て、うん、うん、そう知った。いや可愛い、可愛いわ。そう可愛いんだよ。うん可愛い、面白い。そうだから俺が似てる動物はクオッカです。世界で一番幸せな笑顔を持つ動物、クオッカですね。あ、そう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 。南部があと残すは3試合で、次の早ければ次の試合が優勝が決まると思うんだけど、うん、次の試合はいつ？3月31日。その31の試合で勝てば自力で優勝、うん、うわー楽しみだね。じゃあ3月31日には、まあ、タイムリーで優勝決定したらタイムリーでインスタ上がるよね、うん、そうだね、そうだよね、上げる。
まあ、ただ本当に、まあ、優勝は確かに近いけど、本当に優勝するまでは何があるか分かんないから、だから全然なんかこう優勝をあんまりこう意識しすぎてないし、とにかくなんかこう次の試合に勝つために何ができるかって何をしなきゃいけないかっていうところだけにフォーカスしてるから、なるほどね。あんまりでも、ね、結構他の人はさ、やっぱり優勝が近いとさ、優勝優勝って多分なると思うの、そのサポーターだったりとか第三者は、なる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 。そうでも俺は多分当事者だから、そこまでねなんかこう優勝っていうことに対してね、あんまり意識してないんだよね。へー。もちろん優勝したいよ、うん、したいけどそんなのさこう積み重ねた結果が得れるものだから、そうだからもう本当に一つ一つの目の前の試合にどれだけ良いパフォーマンスを出せるかっていうことだけになんかへー集中してるから。なるほどね、うん、それは今そういう感情というかそういうのも含めてチームが統一で持ててるような共通の認識なんだ、そうだと思うし、やっぱ勝ててるから、それぞれ多分自信もあるんだと思う。なるほど、なるほど。あとね、やっぱ何よりすごいのが、ね、サポーターが作り出す雰囲気は本当にすごい。なんかインスタ見てるだけでも感じるよ、あの、なんて言うんだろう、盛り上がり。いや、本当に、自分がこうピッチに立ってて、例えばじゃあ、俺らのチームがこう、1点リードされてますとか、じゃあなかなかこう点が取れなくて、引き分けでちょっとこう時間が過ぎてっちゃってる、とするじゃん、でそういう時のそのサポーターのそう熱量というか、そうサポーターの声援がスタジアムの雰囲気をもうほんとガラッと変えるわけ。へー。でそれで選手が背中を押されてイケイケになった時の今の俺らのチームとか本当に強いから、これは本当に選手だけの力じゃない。なるほど、ね、今この順位に入れるのは。あー、チーム名ごめん、もう一回。PSM マカッサル。PSM マカッサル。へー、いいね。しかも、ね、過去に日本人選手でインドネシアリーグを優勝させた人はいないらしいの。え？あ、そうなんだ。みたいなのね。だからもし仮に優勝できたとしたら、日本人で初めてインドネシア国内で優勝した選手になるのね。そう、で、あとチームとしても23年間ぐらい優勝できてないらしいから、そうなんだ。そうだからここでそういうのを作り上げれれば、まあ、ある意味歴史に名を残せるじゃないけど、そうそう、このマカッサルの人たちにはこう記憶に残れると思うの、だからそういうこうね新しい歴史の作り上げた一員になれれば嬉しいから、まあなんとか。わー、すごいいいな、かっこいいな。俺の力で優勝させたいけどね。海外にいることのそれは醍醐味であり、大いなる目標というか、あの達成したらめちゃくちゃこうすごいことだよね。そうだね。いやー、ぜひぜひゴールを決めて、はい、今日もクラウド3を聞いてくださりありがとうございました。クラウド3は毎月第1第3水曜日にポッドキャストにて配信しています。ツイッターも更新していますし、コメントや感想、リクエストなどあればメッセージにて受け付けています。それでは今日もあのトークに付き合ってくださりありがとうございました。ありがとうございます。ナム頑張れ。はい。